な、何を言いたいかわかるか。ああ、よくわかるとも。美人を前にするとご馳走には目もいかなくなるってことだろ。メニューよりも彼女の連絡先が欲しい。君が聞いてきてくれないか。お前が行けって。いやいや、やはり君が。またこっちに来たぞ。二人ともご注文は。こんにちは、お嬢さん。よかったら。ご注文は。ボラミートを二つ持ち帰り。じゃあ私たちはこれで。シンカ君、いらっしゃい。久しぶりだな。ご注文は。接客の言葉と挨拶の言葉を一緒に言うなよ。うむ、そちらの方は。ひひ、こいつはカウンだ。師匠か。おえ。ほう、わらわの記憶ではお前はこの姿を見たことないはずだ。どうして一目でわらわの正体が分かった。十数年朝晩を共に過ごした間柄だ。師匠がどのような姿になっても我にはわかる。神格。どうしたのだ、師匠。いや、何でもない。お前の手紙を見て EU エコーで働いていると知ったから少し様子を見に来たのだ。ついでにうまいもんでも食べようと思って。確かに、もうすぐ昼げの時間か。だがすまない、今は仕事中であまり話せないかもしれない。お、旅人にパイモンじゃないか。お前さんたち神格に会いに来たのか。神格、まだ昼飯時じゃない。お客さんもそう多くないから俺一人でも回るさ。座ってゆっくり友達とおしゃべりしてな。手伝うのはお客さんが増えてからでも大丈夫だ。感謝する。やはりわらわの思った通り、万民堂の同志は融通の利く人物だ。だがここで働くとなると、いろいろな人と付き合うのは避けられまい。神格、お前は対応しきれるのか。できると思う。時には妙な人にも会うが、すでに本当に対処している。おお、神格も成長してるみたいだな。ちなみに本当に対処しているってどんな風にだ。まずは彼らを言葉で諭す。耳を貸さなければ拳を突きつける。そうすると向こうが折れてくれる。う、なんというか。ならよかった。どうやらお前はもう人間社会にうまく溶け込めているようだ。わらわも安心した。師匠は変わりないか。うむ、それはもう順調だ。お前たちが奥蔵さんに戻らなくとも、わらわは一人で悠々自適に暮らせておる。なるほど、さすが師匠。我も師匠に会いたかった。最近は仕事が忙しいが、すでにウサンとも相談してある。少し日が経ったら奥蔵さんに戻って師匠に会いに行くつもりだった。そうだったのか。そういうことは今度から手紙に全部書くといい。隠したりせずにな。仙人の喜怒哀楽ってこうもコロコロ変わるもんなんだな。そうだ師匠、今回リーユエコーに来てカウン先輩には会ったか。
うむ、あったぞ。あの子もお前と同じように仕事で忙しくしておったので、軽く挨拶しただけだが。カンは竜王釈放の名前の由来を話してくれたんだぜ。オイラそれで初めてこいつがすごい仙人だって知ったんだ。そうか、ならば我も師匠の物語を一つ聞かせてあげよう。ん？師匠、何か問題でも？これは良い話の種になると思うが。いや、ただちょっと不意をつかれてな。話しても構わない。お前がわらわの話術をどれほど学んだか見せておくれ。うむ、師匠は以前昨月畜養神君と速さを競ったことがある。昨月神君は打ち負かされた後、師匠は飛ぶのが得意だから有利だと漏らした。そこで師匠は、ならば飛ぶのをやめて方々だけで勝負をしてもいいと言った。昨月神君は喜んでそれに応じたのだが、勝負の当日、師匠は誰も見たことのない方々を持ってきたのだ。え？どんな方々なんだ？鉄製の機械の車で、確か電光両輪飛車という名だったような。電光両輪疾走機だ。あれはわらわが49日かけて制作した自慢の作品で、戦力を注入しさえすれば一日に万里をかけることができる。昨月畜養のやつがわらわの相手になるわけがなかろう。四本足で全力疾走したところで、せいぜいわらわの後ろをついてくるのが関の山だが、残念ながらその電光両輪疾走機は山道が苦手で、目的地を前にしてひっくり返ってしまった。勝利まであと一歩だったというのに、はあ、実に残念だ。神格、話を続けてよいぞ。今師匠が語り終えた。そうか、まあとにかく神格が下山したことで奥蔵さんには観客がいなくなり、わらわもあの老骨どもと勝負する気が起きなくなった。師匠は寂しいのか？寂しい？わらわほどの年になれば、人の一生をどれだけ見てきたかは数えきれぬものになる。自分と語らうだけでも数日は日夜止まらずに話し続けることができよう。わらわが寂しいと思うなんぞ勘違いも甚だしい。なんだ、なぜそのような顔をする？いや、さっきカンオからお前が天気を操るすごい話を聞いたし、思わず尊敬し始めてたんだけど、今のお前の話ぶりを聞くと、やっぱりいつものあの船長って感じがするな。オイラもよくわからなくなってきたぞ。どっちが本当の竜王釈放神君なんだ？我にとってはどちらも師匠だ。片方は人々に尊敬される師匠、もう片方は我の好きな師匠。どいつもこいつも調子のいい言葉でわらわをごまかそうとする。口ではわらわを大げさに褒めちぎるというのに、誰も奥蔵さんに長いせぬではないか。だがお前がさっき言ったことは特に間違ってはおらぬな。わらわはもとよりこうなのだ。無為で無法で自由気まま、やりたいことをやり言いたいことを言う。他人からの評価など求めはせぬ。しんくんのやつ、弟子にちょっと褒められたくらいで鼻が天にまで届きそうになってるぜ。まだ空いてる席はあるか？すみません、水煮魚をもう一つ。
客人が増えてきた。我は手伝いに戻る。うん、頑張れよ、新宅。うむ、精一杯勤めてこよう。おいしいものがこんなにたくさん。今回は絶対お腹いっぱいになるまで食べてやるぜ。わらわはあらゆる地層を好む。味の違いには特にこだわっていない。この店の料理は絶妙な火加減で調理され、独特な風味を持つ。わらわは十分満足だ。口にしただけで次世代の調理神器で使えそうな妙案がうっすらと浮かんでくる。ひひ、おいしいな。ちょっと辛いけど。お嬢さん、すまないな、もう満席なんだ。おばあちゃん、違うお店にする？いい匂いだね。ここでは食べられないのか？もう私はこれ以上歩けそうにないんじゃが。それか他のお客さんに相席できないか聞いてみてくれ。そうだね、じゃあ聞いてみよう。もう他に空いている席がないの。うん、オイラはいいぞ。お前たちは？よかった、ありがとう。私は宗玉、こっちは私のおばあちゃんで、連帯。おばあちゃん？そうだよ、どうかした？いや、ただそんなに年がいってるようには見えないなと思って。おばあちゃんはよく白髪の童顔って言われるんだ。実際は結構お年寄りなんだよ。おばあちゃん、そんなにじっと見つめてどうしたの？座ろうよ。わらわのことを知っておるのか？いい？袖振り合うも多少の縁、遠慮せずに座るといい。おばあちゃん、何か食べたいものある？私が注文してあげるよ。食べたいのはミミズの煮込みじゃ。雨の日はミミズが出てくる。もうまた始まった。メニューにはミミズの煮込みなんてないでしょ。ミミズの煮込み？何言ってんだろう。普通の人がそんなもの注文するか？そうだな。なあ、その、何か手伝おうか？手伝う？あ、もしかしておばあちゃんのこと？お気遣いありがとう。うちのおばあちゃんは物忘れがひどくなる病気でね。記憶力がずっと衰え続けてるせいで、他の人が見たらちょっとおかしく思うような発言をよくしちゃうんだ。私が物心つき始めた頃からおばあちゃんはちょくちょく物忘れするようになったの。それに最近はどんどん症状がひどくなってて、毎朝私が自己紹介しないといけないほどなんだ。二人とも早くに亡くなって、家には私とおばあちゃんしかいないの。あ、でも悲しむ必要はないよ。おばあちゃんは私のことを大事にしてくれてるし、私もおばあちゃんのことを大事にしてるから。ちょっと大変なこともあるけど、今みたいな生活は嫌いじゃないもの。おお、お前って強い子なんだな。ありがとう。私は？私のことも褒めておくれ。おばあちゃんは強いだけじゃなくて、優しくて頼りになるよ。そうじゃろう。それに全部をきれいさっぱり忘れたわけじゃないぞ。とても大事なことを覚えておる。
そのとても大事なことは何じゃったか。ああ、思い出した。夢じゃ。こんな夢を見たんじゃ。辺り一面真っ暗で、私の前に誰かが立っておってな、その人は見つけてほしいと私に言うんじゃよ。見つけたら下脱ができるそうじゃ。え？そんな大切なことをなんで私に教えてくれなかったの？夢だから忘れてしまっていたんじゃよ。ただ今はなんだか気分が良くて思い出せたんじゃ。確かその夢は何回も繰り返し見た。具体的に何回かははっきりとは覚えておらんが。ずっと同じ夢を見ていて、夢の中の人が自分に語りかけてくる。なんだか奇妙な話だな。また、これってまさか何か良くないものに取り憑かれてるんじゃないか？それはない。この方の目は清らかで、呼吸も安定している。邪気が取り憑いた気配はない。本当か？お前は先わらわを何だと思っておる？そうだったな。お前がこっち方面の専門家だってことを忘れるところだった。じゃあおばあちゃん、その夢の中の人がどんな見た目をしてたか覚えてるか？覚えてないね。ただその人はよく似ておると思ったよ、若い頃の自分に。若い頃のおばあちゃん？話を聞けば聞くほど不思議な感じになってくぞ。一体どういうことなんだ？やはりあの言葉通り、袖振り合うも多少の縁か。この件はわらわに任せるといい。いいの？あなたたちのことはなんて呼んだらいいのかな？おいらはパイモンだ。わらわのことはカウンと呼ぶといい。うん、手を貸してくれてありがとう。ただ失礼だけど一つ聞いていいかな？報酬はいくら必要？報酬なんて必要ないぞ。だろ？本当にありがとう。ひひ、どういたしましてだぜ。でもカウン、どうやってこのおばあちゃんを手伝えばいいんだ？さっき聞いた夢だけじゃ手がかりがあんまりにもない気がするぞ。簡単なことだ。夢の中で若い頃の自分を見たというのなら、若い頃に行っていた場所へ足を運んでみればよい。そこに行けばきっと何か思い出せるだろう。おお、確かにそうだな。おばあちゃん、若い頃にどんなところに行ってたか覚えてるか？ああ、覚えてるとも。空の上、地の下、果てしなく広がる白い雲、生い茂る山々。どうやら何も覚えてないみたいだな。あ、いい方法思いついた。私がとても小さかった頃にね、お父さんが言ってたのをたまたま聞いたことがあるの。おばあちゃんは数十年前、すごい侠客で、たくさんの人を災いの苦しみから守ってあげたんだって。もしそれが本当なら、何か記録が残ってるんじゃないかな。侠客？あ、そうだ。確か、行く秋が武教について詳しかったよな。何か情報を知ってるかもしれないぞ。飛雲商会に行って聞いてみようぜ。行くのか？私はお腹が空いたんじゃが。私が料理を注文してくるよ。おばあちゃん、食べたいものが特にないなら適当に注文してくるね。しばらくは別れて行動する必要がありそうだ。旅人とパイモンは飛雲商会、延滞と総玉はここに残って食事、わらわは
野暮用を済ますため歌人老一に会ってくる。歌人老一、あ、弁番屋のことか。うん、そうだ。後ほど玉境内で落ち合おう。遠慮なくお召し上がりください。